軽音楽は日本ではクラシック音楽以外のポピュラー音楽全般を指す。英語のライトミュージックの訳語として使った場合、通俗性のあるクラシック曲の商品、またはその通俗的な編曲などを指し、セミクラシックとほぼ同義である。クラシック音楽に対して通俗的、大衆的な音楽を指し、バンド演奏され、聴衆は気軽な気分で楽しむ。 具体的には、ジャズ、シャンソン、タンゴ、ハワイアン、流行歌などが挙げられる。1938年頃、社団法人日本放送協会が、クラシック音楽以外の大衆音楽を指す言葉として、便宜的に用いたのに始まる。しかし、第二次世界大戦後は、NHK 内部など一部を除いて、この言葉はあまり使われなくなり、もっぱら、 ポピュラー音楽という呼び名に置き換わった。総合的に楽器を扱う店舗や、販売会社は、軽音楽のことを、LM と略して、他のジャンルと分けていることもある。ノースヨークシャー州のスカボロー。古くからの海辺のリゾートであり、現在もシーサイドオーケストラがある古くは、モーリーの、実際の音楽への感銘平易な手引きにマドリガルズ、キャンツ・ナッツ。 アンドサッチライクライトミュージックという一節があるように気軽に聴ける音楽という意味合いがライトミュージックにはあった。現在で言うライトミュージックはイギリスに原理を持つ。19世紀末頃から20世紀初頭にかけて海辺のリゾート地で雇用客を相手に演奏を披露するシーサイドオーケストラというものがあった。シーサイドオーケストラはポピュラーな歌謡曲を オーケストラ向けに編曲したものや軽いクラシック音楽を幅広く演奏して人気を博し、有名なクラシック音楽の作曲家、エドワード・エルガーなどもこうした演奏向けの作品を残している。この演奏スタイルを1930年代に BBC が取り上げたのが、ライトミュージックが放送向きのジャンルとして確立するきっかけになった。戦律を重視する点に、 音楽的な特徴があり、マントバーニ楽団のシンボルともなったローナルド・ビンジのカスケーディング・ストリングスやロバート・ファーノンのクローズ・ハーモニーが代表的な手法である。このジャンルは e g リスニング、ムード音楽、ラウンジミュージックとして現在も生き延びている。ありがとうございます。